はい、今回、塗装に使うのにね、まず下塗りですよね。下塗りっていうか、シーラーですよね。こちらがケーカル用ですよね。天井とか壁、ケーカル貼ってますんでね。そしてこっちが、アク止めですよね。木材とかコンパネとかね、ラワン系の合板だったらね、アクが出るんで、まず一旦、専用のね、このアク止めも入ったシーラーを塗った上で、塗装するということですね。色をつけるということですね。これをつけずに、アク止めしないでね、塗装しちゃうと、白で塗っちゃうと、黄ばんでくるっていうのがありますね。なので、そういうのを止めるっていうのは、アク止めですよね。はい。こういうのを使っていきたいと思います。僕は今回ね、知り合いのペンキ屋さんからね、安く、使わせてもらってます。はい。はい、大熊さんです。今日はね、養生もして、養生してるの見えるかな。はい、床の養生もね、して、壁の養生もして、木枠とかね、コンパネの部分の、下塗りはしてあるんで、次はね、そのケイカルですよね。ケイカル、次はですね、ケイカルの部分のね、縦埋めです。今回はね、まあ、これですね、パケって書いてますね、もうそのまんまです。これがケイカルのね、パテ埋めに使うやつですね。これはまあ、ペンキ屋さんに、販売をね、分けてもらってます。はい。中身なんですけど、こんな感じですね。こんな感じです。ちょっと、乾燥した粘土っぽいとこあるかな。もうちょっと細かいですね、ちょっとね。まあ、こういうのを使ってね、パテをね、していきたいと思います。ではね、やっていきたいと思います。はい、これでね、パテ埋め作業が終わりました。次はね、また養生して、どんどんね、シーラを取っていくということですね。はい。